こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。いよいよ、オーストラリアアマゾンの FBA 始まりました。でその納品のね、えー、やり方をマニュアル作りましたんでご参考にしてください。もちろんわかんないとこあったり、あるいは、えー、確認したいなというとこあればね、えー、お気軽にご質問ください。質問いただく際に、これ画面キャプチャー撮ってね、 なんかあのマニュアルの画面と違いますとか、これね、どっちにチェックするんでしょうか、こう、これこれこうで、こっちにチェックしましたけどいいんでしょうかというようにね、質問してもらうと、サポートしやすいし、後から見直したときわかりやすい、自分専用のマニュアルになるんで、おすすめです。できるだけ画面キャプチャー,えーつけて質問していただくとえ助かります。で、まず、納品する商品をね、普通に出品してあると思うんで、 その商品をマネージインベントリーの画面で選択して、まあ、商品の左側の四角いチェックの中にね、えー、チェックを入れてください。で、その後、えー、チェック入れて、えー、上の部分でね、えー、この選択項目がいっぱいありますんで、その中の、センド、リプレッシュ、リプレニッシュ、インベントリー、ここを選択してください。でね、えー、その後、イエス・コンティニューをクリックすると。 そうすると、こういう画面出てくるんでね、えー、これあの、ラベルどっちに住んだいってことなんで、えー、ラベルは貼って納品しますんで、この Use FBA アイテムラベル図にチェックを移して、えー、レ,ビレビュー、レビュー、セレクションをクリックしてください。そうするとね、えー、内容確認になりますんで、えー、コンファーム、えー、セレクションをクリックすると。次に、 商品に出てきますんで、コンバートセントインベントリ e をクリックすると。これ今までね、えー、私の場合は、マーチャントで出してたやつで、えー、納品作業を作ってますんで、えー、Amazon に変えるというのがコンバートになると。で、商品を送るというのがセントインベントリですね。で次に、えー、このまた確認画面になりますんで、えー、セーブコンティニューをクリックすると。 そうするとね、えー、これ、今まで、アメリカだとなかった、えー、形なんですけど、これ、バッテリー使ってないですかえー、危険物ないですかというのが、えー、質問が来ます。でね、ここで、ノーを n にして、えー、サブミットをクリックすると。もちろん、バッテリーが入ってんのにね、えー、バッテリーないってことにしちゃったり、あるいはね、可燃物が入ってたり、えー、賞味期限があるもんなのに、えー、ノーにしちゃうとまずいんで、迷ったらここは、 えー、何の商品か教えていただいてご質問くださいでここの o をノーにすると、えー、全部ね、えー、緑のこのチェックが入りますんでそれなら OK とそしたら、えー、セーブコンティニューをクリックしてくださいでこの後また住所の設定とかね発送元の設定とかの作業の方はまた、えー、別動画を作って、えー、別記事を作って こちらの方ににリンク先に記事をアップしておきますそちらの方もご参考にしてくださいまず、1回目の納品はね、まあ、こっちだろうなという場合でもね、念のため確認して進めてもらった方がいいです。1回目ね、慎重にあれこれ質問してやり取りして納品してもらえば、後から迷った時ね、それを見直せばマニュアルになってますし、 えー、はじめ一回目は戸惑うのが当たり前なんでね、えー、ご遠慮なくどんどん質問ください。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。